バンタムウェイト、経験と戦術の遠藤か、フィジカルと組の吉野か。ただいまより本日の第7試合、ライジン MMA 62キロ契約ワンマッチを行います。青コーナー166センチ、 61.80 キロ、12戦10勝2敗、愛知県津島市出身、比企吉野返し、吉野赤コーナー172センチ、 61.50 キロ、30戦16勝12敗、にわけ静岡県三島市出身、復活の翼、遠藤大輔。この試合はライジン MMA ルール、各ラウンド5分と3ラウンド制で取り行われます。3分経過、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 3分経
で止まるから、ここで。そこ作っていこうか。大丈夫です、落ち着いてますよ。またいで、またいでパスして。かせて。ここあなただよ、ここあなただよ。全然問題ないです、皆さん。よし、ハーフから。そう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 。でもね、相手がね、そこで休憩してる状態なんで。アクション。大丈夫さ、焦らない。よし、ハーフ、ハーフ、ハーフ、ナイス。残り時間1分、残り時間1分、ラスト1分だよ、ラスト1分だよ。先生の強いキャッチ、ちょっと蹴ってこ、セコンダー
っちは全然大丈夫だ。いやそこで休もう。ハーフでハーフ。ハーフ。大丈夫大丈夫。呼吸しっかりして。嫌がってるから大丈夫。ハーフでハーフ。吉田君いいよ、全然圧倒してるから。お前のペースに持ってきてるよ。大丈夫。そうそうそう。それでコツコツね。コツコツ。先発やった、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 相手でまたね腕狙ってくるやん。左しっかり刺してて、その脇を刺しててね、でそこでお尻上げるかパスいけるかもしれない。3分経過、3分経過、そこで待ってするぞ。3分、そこでそこでまず固めろ。そう、膝膝それやって、それやって、いいよ。そしてマットヒュース狙って、残り2分だからね。そうそう、右膝スライド、右膝スライド、相手の腕の上に。ナイス、ベタなペースよ、ベタなペースよ。よしの、それ狙わないでね、アップしないからね。ナイスナイス、膝いいよ、膝いいよ。パウンド、パウンド、うん、そうそうそう、呼吸しながら、腕の力セーブしながら、腕リラックスして、肩のペースもすごいかかってるわ。コントロールして、相手の頭。そう、吉野、右膝でも落とせたら落として、顔に。右膝は、右膝は、相手の手に入ってきて、顔に出るから、膝右。アメリカのグリップでコントロールしたら、膝が入るかもしれない。エビ、エビって。ラスト1分。プレッシャー。皆さん、残り1分だ、残り1分。残り時間1分。残り時間1分。左手に、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 左手に。ナイスだ。相手バテてる、相手バテてる、相手バテてる、もう手打ちだもんば。大丈夫大丈夫、大丈夫大丈夫、当たっちゃい、当たっちゃい、大丈夫大丈夫、休むから大丈夫だって。そうそうそう、大丈夫だ、はい休んだ、大丈夫だ、相手が疲れてますから、相手が疲れてる、呼吸しながら考えよう、パスできるよ、パスできる、細かく細かく当てるよ、吉野、そうパスだけですね、パスだけですね。同じパターン、吉野さん同じパターン、パスしてる。そう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 、今回マウント行ってみようか、マウント行きたいよ、今回。ナイ
スナイ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 スもう中瀬粘土様に乗ってるから、相手の時大丈夫大丈夫。粘土さん、時間あるから大丈夫だよ、時間あるから大丈夫だよ。集まりにいこうか。押さえてるだけだから。視野で。判定の結果をお伝えします。ジャッジ豊島、青吉野、ジャッ
です。いや、すごいありがとうございました。いい勉強になりました。ありがとうございました。見事勝利されました吉野選手には、ナイチンゲールより勝利者トロフィーが贈られます。